ハレージュ創作料理、柔らかもっちり柔らか揚げさん、これをね、なんちゅうたいの超うまにやります。誰かが宣伝してました。これをね、まず切ります。切ります。これをね、切ります。で、これを、これで、油を取ります。取ります。どうやったんや。こう、あ、汚れてます。うす。これを、こう並べたいんか。こう並べて、で、これで油取れるんかな。こう、油を。取ります。こう、油を取ります。取ります。でね、これで油を取ったら、これ取れとんかな。で、ここに入れます。入れます。ここに入れます。で、ここに、醤油を小さじ2杯。小さじ2杯とかしたら買ったんよ。あったたたたたた。小さじ2杯。これやね、小さじ。小さじ2杯。主婦やな。小さじ1杯。1。小さじ2杯。どうしても餃子入れたくなるよね、こういうの。入れた方が美味しいような気するよね。ほんで、生姜がね、3センチ。もう、おませんね、生姜。3センチ出るかな。3センチ。ああ、出る。3センチも全部使い切ろう。はい、ラスト生姜。はい、使い切り。で、これをこう入れて、で、こうシェイク。これシェイク。で、これ焼くだけらしいですわ。焼き方見てきますわ。はい。肝心、要潤忘れてました。これ、片栗粉。62歳で初めて買いました。片栗粉。片栗粉の意味がわからんというね。白い粉、という話でね。片栗粉と小麦粉の違いは何やねん、いう話で。っていうか、小麦粉がなんやねん、もうわからんみたいな。小麦粉がわからんのに、片栗粉どうすんねん、いう話で。これをね、混ぜるらしいですわ。これがしたいために買いましたね、片栗粉。片栗粉をね、濡れてへんか？濡れてへんね。大さじ2杯で、これ大さじでしょ？大さじで、これすり切り2杯いうことかな。多分そういうことやね。すり切り2杯。もうこれ、前言ったら、超大盛りで、大盛り1回いうことじゃないの。そういうことじゃないの。こういうことじゃないの。こういうことじゃないの。これ2杯でしょ、前言ったら。で、これを混ぜ合わせんやつ。これを忘れる。これが重要やん。入れすぎかな、粉。日本と違う。日本こんな白くなかった。日本こんな白なかったぞ。日本こんな白ない。片栗粉入れすぎた。
はい、でこれ油を引く、油を引く、片栗粉って何ですの？ちなみに この粉もおりばみたいに言ったらね、片栗粉でしょ、その小麦粉でしょ、あと天ぷら粉でしょ、でお好み焼き粉とかね、でお好み焼きの粉とかね、天ぷらの粉もな、味多分ついとるんやろね、それは理解できるんですけど、小麦粉と片栗粉の違いがわからん。どう違う？パン粉ね、パン粉はわかるわ。でこれであとは焼くだけ、こんな焼くだけらしいですわ。どう？なんかきな粉みたいやね。んで、あの塩、え？塩と何やったっけ？塩と青のりや。塩、塩が何ぼやったかな？二つのみって書いてたかな。塩はね、ちょっと控えめにしとかんとね。塩は二つまみ。おお、入れすぎた。うわー、しまった。これ出しすぎや。出しすぎた。塩。あ、ちょうどゆで卵あったんや。二つまみでしょ。一。二。塩二つ。これは、あの、ちょうどそうそう、ゆで卵あったんや。出しすぎた。出しすぎた。あの、これね、ゆで卵を増すね、うまいこと。んで、で、あと、何？青のりや。青のり。青のりがね、お増すね、これがね。あれ？青のりどこ行った？あれ？青のり、あれ？青のりこっちか。青のりある家庭なんか、おます？青のりある家庭なんておます？家庭はあるわ。この62歳のおっさんで青のりがある家なんかおます？青のりちゃいますね。青さですね。じゃ青のりおますね。ここね、これ。青のり。これね、青のりないから青さで言って、で前青さを買わされたんやけどね。青さはあかんねん。青のりがいいね。いや、知らんけど。焼きそばロール作ろう思ってね。フルセット買うてますね。生姜とかね。まだ作ってませんね。焼きそばは冷凍してね、業スーの焼きそばを冷凍して置いてあるんですけど、肝心のロールパン買うたらね、全部、マーガリン塗って食べてもらうからもう、作るまおませんね。これ、青さ。これ、味噌汁に入れたいわ。これね、青さ何回かけたけど、美味しなかった。やっぱ青のりのうまいんちゃう。知らんけど。これ、青さ。あ、しもた。焼いてからかけるもんか。しもた。そういうことやな。焼いてからかけるもんやわ。いいか、ひっくり返そうか。いい。やっぱ焼いてからかけるもんやわ。しもた。超うまそうなんですけど、このままでいいんかな、なんかつけて食べるんかな。しもた、焼いてからかけてよかった。
なんかつけて食べるんかな。こうひっくり返したら胸打ちないね。このまま行こうか。アギさんって火通ってなかったも食べれるもんですかね。どうやろ。ひっくり返そうか。ひっくり返す？いける？いけそうやね。このままいっちゃおうか。しもた、もう後からかけてよかった、もう。しもたかげき。ピンク色の頭。気にしようか。いいか。味に保証なし。これでいきますわ。超うまそうなんですけど。超うまそうなんですけど。はい。こんなん出ました。ただこんなん出ました。超うまそうなんですけど。よし、お疲れっす。味に保証なし。いただきます。いただきます。なんかつけなあかんのかな。いただきます。ん、うん、うん、うん、焼けてる。うまい、うまい。うまい。これわかります？これ。これわかります？映ってます？これ。これ映ってます？映ってへんね。これ。同じようにできてません？あ、写真で撮ったらいいんか。後で。写真撮ってきますわ。同じ感じでできてるもんね。すごくないですか。見本と一緒ですって。タイトルが節約なのに食べ応え抜群、リーズナブルな厚揚げを使った愛されるおかず、調理時間は10分かからず。え、ほんまや、リーズナブルすぎるやろ。60何円やねん。青さうまいね。早く青さ、青のりいっぱいの青さはね、味噌汁に入れよう思ってますね、これね。青のりも凍ってません。焼きそばロール早く食べちゃう。
うまい。神がかり的にうまい。っていうか片栗粉って何ですの？っていうか片栗粉と小麦粉の違い。パソコン重たい。パソコン重たいは嫌になってくる。パソコン重たい。あかん。パソコン調子悪い。嫌になってくる。小麦粉とね、片栗粉の違い。難しいな。もっと簡単に書いてるやつないんか。要は一緒。小麦粉は小麦が原料ですと。でんぷん 100% の片栗粉に比べてるの意味が分かれん。もっと分かりやすく書いてくれよ。小麦粉は小麦を細かく何と書いて粉末に粉状にしたもので、片栗粉はじゃがいもをすりおろして水にさらし沈殿したじゃがいもでんぷんを乾燥させて粉末状に砕いてもらう。片栗粉の主成分はでんぷんですが、小麦粉にはでんぷんのほかタンパク質が含まれていますと。難しいな。わからん。難しいわ。
要は要同じですやん。わっちゃうの。片栗粉はとろみって書いてあんねん。とろみをつけたいのに片栗粉入れるんか。まあ、これ天津飯とか作るのに片栗粉入れるいうことかな。っていうか、この前、アビコったらね、アビコってあるんですよ、大阪のね。な、ラーメン屋さんやね。そこに、飲む天津飯って書いてました。飲む天津飯。だから、飲む天津飯。めっちゃ食べたい。だからちっこい時ね、めちゃくちゃちっこい時、なんか風邪ひいた時にね、なんかとろみのなんか食べさせられた、めっちゃ覚えてますね。あれは何？片栗粉？なんかな、なんて読むやろ、ああこれやわ、多分これなんて読むやろ、なんとかいう、なんて読むかな、分かれへん、これやわ、絶対おふくろがいつも作ってくれとったん。丈夫な体に育ててくれてありがとう、ほんまに。私ね、自分のネタが多いですやん。そりゃ人のことも言いますけど、どっちか言ったら自分のネタが多いんですね。あと家族のネタ、我がのネタか、そのお父ちゃんの話とかお母ちゃんの話とか兄貴の話とかね、また元嫁の話とか多いですやん、めっちゃ。それね、吉本の偉いさん、元偉いさん、吉本を辞めてはるみたいなんですけど、元吉本の偉いさんがね、なんか言うてはりました。その大阪の芸人はね、自分のネタで笑かすらしいですわ。とか家族のネタ、自分のネタもしくは家族のネタで笑かすらしいんですけど、関東の芸人はね、じゃないんですよ。そういう自分ネタじゃなくて、その他人のネタ、それもなんか弱いもんのネタにして笑かすの多い言うてね、なんかそんな言うてありました。そんなに考えたらね、私やっぱり大阪風やな思ってね。ネタっちゅうかね、自分を笑うっちゅうかな。自分で自分のことを言うて笑いにするみたいな。家族のことを笑いにするみたいなね。いや、ほんまそうやもんね。ほんま、自分で喋、いつも喋っとって思いますもん。ほんま自分のことばっかり喋ってんな思ってね。それとか、家族のことばっかり喋ってんな思ってね。
あんまり人のこと言いまへんやん。人は人、うちはうちみたいな、これもね、おふくろがよう言うとった。この前だ、何家族ネタですやん。だけど笑いを話は、家族に関しては笑いネタはないよね。どっちか言うたら自分のことで笑うネタはいっぱいあるんやけど、家族はね、その笑わすようなことあんましてへんからね。うっす、塩分取りすぎ。うう、塩分取りすぎ。うまっ。うわー、これやで、塩つきすぎやね、これ。大きに充実してました。大きに、うまい。失礼します、おっさん。失礼します、大きに。分かりさ、チャンネル登録お願いします。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイなら、バイちゃー。